白布島から望む泊まり大橋。入港するフェリー、アグニチズ泊まり大橋は、沖縄県那覇市若狭と明物を結ぶ、那覇港白布島上にある全長1118メートルの橋である。1986年4月11日、那覇港那覇布島と新港布島を結ぶ那覇林港道路の一部として開通した。橋の長さは開通当時は、 本部長の瀬祖港橋を抜いて、沖縄県で最も長い橋だったが、現在は5番目に長い橋である。白布島を定期航路にしている船舶の航行の妨げにならないように、かなりの高さで、奇襲天部は急勾配であり、概ね風速が20メートル以上になると通行止めの措置が取られる。開通前は、那覇港那覇布島と新港島へ行くには、国道十八号や、 県道43号を通らねばならず、白高橋交差点や泊まり不当入り口交差点を中心にかなり渋滞していたが、開通後はこれらの交差点や国道58号や県道43号の渋滞が幾分緩和された。2010年代前半には沖縄西海岸道路中西道路が開通し、起点部の那覇市若狭にはインターチェンジが設けられ、 那覇新港こうふやアジゃ方面から国道58号や、朝日橋交差点を経由しなくても、直接、那覇空港へ行くことができる。イラブ大橋ふるうり、大橋くりま大橋池間大橋浜日が大橋とまり、大橋、ありがとうございます。